こんにちは今回は東京マルイのエアーコッキングガン P7M13 こちらをですねはい再度ご紹介したいと思います、えー、今日ねメインでご紹介するのは18歳以上用なんですけれども今こちらに並んでいるのはね18歳以上用と10歳以上用こちらがね並んでるわけですね パッと見かかがですかねどちらが18歳以上用かって横から見て分からないですよね。真横から見ましょう。こんな感じで。こっちが10歳、18歳っていう感じですよね。こんな感じではいで。こちらもね、こんな感じで。ね。はい。裏返すと分かるんですね。はい。このシールが貼ってある、こちらがね。 10歳以上用だったんですね。はい。こちらがね、18歳以上用ということになります。で、こちらの方はね、このね、ブルーズアイターゲットにしっかりね、打って、あのご紹介済みだったんで、えー、まあいいとして、こちらがね、えー、そういう、あのこのブルーズアイターゲットにね、死者してなかったんで、今回ね、きちんとやって、で、この10歳以上用と、18歳以上用、<laughs> 失礼。 こちらをね、いろいろとね、比較してみたいなというふうに思います。同じ丸井さんですからね、全然問題ないと思いますよね。まあ、もちろんね、あのパワーとかは全然違うんですけれども、じゃあそれが実際ね、えー、実写結果にどう影響したんだろうかというのを、まあ、えー、プライベートで持ってる銃ですから、はい、1丁ずつの比較ですけれどもね、この辺り、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思っております。ではね、まず重さから。 マガジンを入れて玉は今入ってない状態で10歳以上用は 274g と、はい、そして18歳以上用は 330g と重さがねやっぱりちょっと違いますねこれもねも持った瞬間わかりますはいまず重さはそんな感じですねでもちろんスライドはね10均の方が軽いんですけれどもトリガープルですね2回ぐらいずつ測定しましょうか 大失敗ですね。<laughs> トリガーがワイドすぎてねうまく引っかかんないんですね。失礼しました。そっか、これです。グリップセーフって握んなきゃダメなんだ。よし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 。よし。はい、もう一回直しましょう。はい、グイッと。点五八。ちょっと怪しげな今動きでしたけれどもね。もう一回正確に。 丁寧に0.68このぐらいですねはいこれが10歳以上用ですね18歳以上用ここはもうまずするねスライド引くのも結構真面目に大人が引かないとって感じですねこれもやり直したなよいしょこう行こうか 1.92とね結構ねこれトリガープルねすごいんですよ打っていて今回思いましたただね練習の時は良かったな1.86とまあ、つまりですね簡単に言っちゃうとうちの個体に関しては18金のこのトリガープルですねねこれ。 10均の倍あるということですねこれはもう本当にちょっと重いガス風呂並みですよねもちろんね樹脂と樹脂でね、えー、噛み合ってるのを指で感じるぐらいですからそれほどバシッバシッって切れるわけじゃないんですけれどもおいやいやこの軽さは絶対何がしらの優位性を生む,の生むよねっていうのがね、えー、実感されますマガジンはねこんな感じでね じゃあちょっとね、えー、初速も測ってみましょうおさらいね初速は一発でいいですよねエアコキはね変わらないはずですからねそれにしてもこの季節はやっぱりエアコキですね何の心配もなくね、えー、遊べましたからねはい、えー、ね10歳以上用の方はね 0.06J ということでもう全然 安心して遊べるパワーということになりますね。そして18歳以上用これはどうかなと。お0.37最近ねご紹介しているいくつかのねガスブローバックモデルでもこのぐらいのパワーのやつもありますよね。 0.37ということで666倍ぐらいあるんですねえー、18歳以上用は10歳以上用の6倍ぐらいのパワーがあるということですまあこうなると当然ね取り扱いも注意ということになるんでしょうかいやそれにしても今もパッと遊んでてねこのスライドの側面のヘアラインなんですけれどもねいかがでしょうなんか私10今今これ10金の方ね 10歳以上用ですねのやつの方がかっこよく入ってませんねえねえだからどっちかっていうわけにもいかないんですよねこの銃ねはいまあそんなねちょっと気に入ってしまいましたスクイーズコッカーっていうかあのこのグリップもちょっとあれかな10歳以上用の方が軽くできてるのかなねえ いやよくできてるななんてことを改めて思ったりもしました。じゃあね、はい、試射結果の方をね、見ていただきましょう。今回の主目的がこれです。このね、18歳以上用のやつの試射こちらがね、今回のね、えー、我が家のメインのミッションだったわけです。はっきりさせようじゃないかということでね。はい。でね、これね、10歳以上用とね、はい、一応、弾が違うこともあって、 何とも言えないんですけれどもとりあえず比べながら見ましょうかはいいかがでしょうね10歳以上用の方は点が小さいのはパワーが全然ないからですねワンライティングのこれターゲットですからねこっちなんかもうクキッとしてますよねはいこんな感じです 5m の両手で打ってまあ慣れの問題もありますこの当時、えー、もう1年以上前だと思うんですけれどもやっぱりねこの握り心地 このふふ太さこれやっぱりね奥さんなんか買えそうですよねかみさんなんかはね今回かなり修行を積んだ後なんでバシバシね集めてますねこの時もでも一応この中に5つ集めてるとむしろ私の方がダメダメでしたけれどもねもうせがれに至っちゃうここ2発ですからねこれやっぱすごい性能ですよねはいちょっとびっくりしたんですこれ今回で、えー、今度は 7.5m この10歳以用で7 5メートルなんてかわいそうでしかないんですけども何の何の結構ねそこそこね、はい、入れてますよねはいこんな感じですで今回の18歳女用の方は奥さんなんか錯乱しちゃいましたねこれね私もほらいい感じで結構集めてますよねせがれもねやっぱりねえパワーがあるというん今回なんかすごくね打ちやすかったな サイトが見やすいっていうこともあったのかもしれない私はこのサイトものすごく見やすく感じました今回はいで 5m の片手になってもねもうほらこの頃こんなにね散らしちゃってた奥さんもねもう安心して私もね、はい、また一発例によってこの下のねターゲットの縁に当ててしまいましたねで、えー、左の片手ですね 5m のね これは比べてみるといかがなもんかというとはい奥さん残念でしたねこ,この辺がねいやこれなんですよねこれがやっぱりトリガープルーだと思います私は完全にはいで私はまあ大体同じようなもんかなとせがれはどうしたのっていう感じです今回ちょっとなんか見えなくなっていたようですあの <laughs> 狙いいどころがね分からなくなくっていたようですねで最後ね7 5メートルの右の片手なんですけれどもはいやっぱりねトリガープルですねかわいそうでしたねこれもねまあ、まあ、これはまあしょうがないかなっていう感じですねで私もやっぱりこっちもこっちもそこそこまあ頑張ってね打てましたけれどもねだ,だから男性の男性チームはね全然あれですけどちょっとやっぱかわいそうだったかなって感じしますね で最後集団性を見てみましょうでねよく当たるんで結構集団性いいんだろうなと思ってたんですけれどもそうでもなかったですねなんか私のちょっとこれはね釈然としないこれもっといいはずだと思いますよきっとねはいこんな感じでえー、っと今回ねちょっと不規則になってます私とせがれですねこの時かみさんのデータはないですねはいなぜか何かあったのかもしれない どうう、でしょうなんか集団10歳以上用の方が良さそうな気がしませんかっていうのはやっぱりねこれズバリトリガープルじゃないかなって気がしましたねはい非常に重要だと思うんですよこれだとねこれは18歳以上用ですけれどもやっぱり片手でね打つ時はねかなりねこっちからいるんですよ ね、最後にパチンと落ちる時に一番力がかかるんでやっぱそこで少しブレちゃうと動くとこれはねこのままねトリガーを引くというか絞り込んでいってねポンと全然ブレずに打てるというところでやっぱりね5 0歳以上用のねはいメリットありという感じでしたねどっちもいい銃なんですけれどもねあと今回改めてねあの思い出して 楽しいなと思うのはねこのインジケーターですよねこれは嬉しいな今回ね打つたんびになんかこうサバサバしちゃいました、ね、これ非常にいいですよねまああの実銃がいいっていうことなのかもしれませんけれどもよくね、えー、再現されているのと逆にね使いづらいのはこのセーフティですね音聞いていただきましょうかちょっと聞こえないかな 18歳以上の方がよくかかるかなプチって感じでね一応かかるんですけれどもこんな感じで、ね、すごいねこれストロークが小さいんでちょっとねこれは使いづらいなという感じでしたねまあもちろんこれがねはいセーフティーになってますんでねそういう意味ではまあよっぽどのことじゃなければこのセーフティーをはい 使わなくてもね、玉をいつも空にしておけばいいわけなんでねあるいはマガジン抜いた状態という形で、まあ、それでもチャンバーに一発残ってるかもしれないからこうやっておいてこうしておけば安心ですこんな感じでね物理的に、えー、見ればいいのかなというふうに今回は思いましたですがこのセーフティはうちはあんまり使ってませんはいそれ以上にね、えー、重厚の向きであるとかね、えー、いろんな部分のエチケットこちらの方はね十分気を使っているつもりでございます 最後にね、パッケージのおさらいですけれどもね18歳以上用ですねこちらはまあこういうねこういうかっこいいパッケージねで中箱が下に入るという感じですねで10歳以上用ねこれはねあの当時ご紹介した時もご紹介したと思いますけれどもこのかっこよさですね全くね10歳ぐらいでねこんなのね覚えちゃったらねほんと。本当 大変なこと <laughs> 贅沢な不安になっちゃいそうですねい,や本当にいいですよね。はいということでね、えー、表面仕上げもよし18歳以上用と10歳以上用でこれほどねいい勝負っていうのはちょっとうちの中でも今まではあんまりちょ記憶にないな。ということでね、えー、18歳以上用でもしあのブルーザイターゲットに打ってないのがねまた出てきたらね是非こんな感じでね、えー、ちょっと並べてね 遊んでみたいななんていうふうに思った次第でございます。ということで今回は東京マルイのエアコッキングガン冬にはぴったり、はい、こちらのね P7M13 これを再度ご紹介させていただきました。ではまた。